はいどうも、ゴーゴー TV のゴーです。今日はポケモン GO の話をしたいと思うんですけど、まあ、本日私、岐阜県不破郡関ヶ原町に行って、まあ関ヶ原の合戦の人物の、まあ、跡地の方を回ったんです。まあ、陣跡という、まあ、呼ばれてる場所を回ったんですけど、まあ、そちらの方でポケモン GO をやってみて、まあ、いろんなポケモンを捕まえに行こうっていう、まあ、そういうちょっと企画をやって、まあ、動画の撮影してきたんですけど、まあ、そちらに行くちょうど道と帰り道に、なんか結構レアなポケモンを見つけたんで、まあ、その、まあ、場所だけでも、まあ、ちょっと皆さんにお伝えできればなと思って、まあ、ちょっと今回の動画撮るっていう、まあ、経緯に至ったんですけど、とりあえず行きに、僕は、まあ、岐阜県民なんで、まあ、水穂市っていうところがあるんですけど、水穂市のところから、21号線に乗って、まあ、関ヶ原、まあ、滋賀県方面に向けて走ってた時に、ちょうど水穂市にドン・キホーテがあるんですよ。ちょうど岐阜方面からこう関ヶ原方面に向かっていった左手にドン・キホーテが見えて、でちょっと滋賀県寄りの方を走っていったら、挟んで右、道路挟んで右手側に、まあ、びっくりドンキがあるんですけど、ちょうどそこの交差点の付近で、こちらですね、こちらカビゴン、そしてカビゴンがなんかちょうど出てきたんで、なんかまあちょっとこちらの道場さん社の方にまあ取ってもらって、まあ、やったんですけど、まあ自分運転してたんで構うわけにはいかなかったんで、まあ、取ってもらったんですけど、なんとカビゴンが出たんですよ。ちょうどそこ通ったのが午前11時過ぎぐらいですかね。次に通った時にちょうどカビゴンが出たんですよ。そちらの21号線の水星の21号線沿いのドンキホーテとびっくりドンキの間の交差点の付近ですね。に、こちらのカビゴンが出現したんで、まぁ、ちょっと皆さんに、教えてあげたいなと思って、まぁ、ちょっと今回の動画撮りました。でですね、また帰りなんですけど、帰りにも、まぁ、ちょっと帰りも、僕、ちょうどそこら辺でお腹すいたんで、まぁ、なんか、夕ご飯でも食べて帰ろうかなと思って、まぁ、そちらの先ほど説明した21号線沿いの、水星の21号線沿いの、びっくりドンキで、まあ、ご飯を食べたんですよ。で、まあ、その時に何気なくこう、携帯を、まあ、ポケモン起動して構ってたら、なんか、やたらこう、このような感じで、コイキングが、多分ここからですね、この、コイキング、ところから、まあ、こちらに見えるミニ竜まで、まあ、その、びっくりドンキで食べてる間に、まあ、コイキングがもう4匹湧いてんで、しかも、おまけにミニ竜までは、まあ、なんか湧いちゃったんですよ。で、こちら、ちょうど、まあ、夕飯時だったんで、時間はまあ、19時過ぎぐらいですかね。19時過ぎぐらいに、21号線沿いのびっくりドンキーで、コイキングと、ミニ竜を、まあ、ミニ竜は1匹ですけど、まあ、コイキングが結構湧いたんで、まあ、コイキングが大量ゲットできて、なんか良かったかなと思いました。でですね、で、また帰り道、まあ、これちらもまあ、同乗者の方に撮ってもらったんですけど、モレラギフっていう、まあ、大型ショッピングセンターが、まあ、大型ショッピングモールっていうかな、大型ショッピングモールがあるんですけど、そちらの前の道を、ネオ、薄墨桜で有名な、ネオの方に向けて、走ってってる時に、まあ、ちょっと走っていくと、右手に、結構大きいローソンがあるんですけど、まあ、そちらのローソンに立ち寄った際に、なんか、モンスター出てきたなと思ったら、こちらですね、ユンゲラが出たんですよ。で、これも結構まあ、なんか見たことないですし、まあ割と多分ユンゲラってレアだと思うんで、報告させてもらいました。まあ以上のまあ、3匹ですね。カビゴン、こちらですね。カビゴン、で、まあ、ミニ竜は、まあ、割かし巣に行けば捕まるって話なんですけど、こちらのミニ竜に、最後に、こちらのユンゲラが、見つかったんで、報告させてもらいます。まあ、一応また説明しますと、カビゴンは、11時過ぎぐらいに、水星の21号線沿いのドンキホーテとびっくりドンキの間ぐらいの交差点で出てきました。で、ミニ竜は、ミニ竜の方は同じく21号線沿いの、
とびっくりドンキで食事をしているときにこちらのミニ竜と、まあ、コイキンが4匹湧いた感じです。で最後に、ユンゲラーですね。ユンゲラーが、モレラ岐阜の通りをネオ方面に向かって行った、ローソンの駐車場で、ユンゲラーを発見しました。まあ、こちらなんか2匹湧いてたみたいなんですけど、ちょっと1匹取りこぼしたみたいで、まあ、こちらもまあちょうど8時ぐらいですかね。8時ぐらいに、夜の8時ぐらいにユンゲラーが2匹湧いていたみたいなんで、報告させてもらいます。で、とりあえずまた僕が、関ヶ原行って撮ってきた動画は、一応、ちょっと今編集してみたんですけど、割と、まあ、1本にすると長くなっちゃうんで、まあ、パート1、パート2に分けて、まあ、皆さんにお送りしていきたいなと思ってますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。では、GOGO TV の GO でした。ご視聴ありがとうございました。